はい、皆さんおはようございます。おはようございます。本日も SDGs お寺ネットワーク代表の西永明子先生にお越しいただきました。西永先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いします。本日も SDGs という枠の中で、僧侶の方々で男女によって継承の区別がある、そのあたりを教えていただけますでしょうか。はい、完全に区別があるわけではないんですけれども、九州にいた時のエピソードなんですけれども、研修会の講師としてお招きいただいて、その研修会は男性の僧侶の方と私女性の僧侶2人の講師がいたんですけれども、先に男性の僧侶の方がお話をされる時に、何々先生ではよろしくお願いしますっていう風に紹介されたんですけれども、で次に私がお話しする時になると、じゃあ西永さんよろしくお願いしますっていう風に継承が違ったわけですよね。そこであれって思ったんですけれども、なんかこれって結構聞く話なんですね。男性の僧侶には先生ってつけて、女性にはさんの方が多いなっていう、そこの区別が何なのかなって思ってるんですけれども、多分それ言っていらっしゃる方も無意識だと思うんですよね。別に女性だからさんでいいやとか、男性だから先生にしとかないととか、そこまで考えて話してないって感じがするんです。無意識のうちにこうやって男性だからこう、女性だからこうっていう風に区別をされていくっていうことが、日々の中にもちょくちょく感じることがありまして、これはお寺に限らずなんですけれども、例えば今年末なので年賀状とか書かれてる方が多いと思うんですけれども、その年賀状の宛名にですね、家族だと男性の方のお名前が〇〇様って出て、その横に名前だけ妻にあたる人が、まあ、例えば私が妻だったら、明子様、ご家族ご一同様みたいな感じで、もっとひどいのになると、男性の名前だけしか出てこなくて、あとはもう、ご家族ご一同様で、私とか子供とか全部まとめられるっていうこともあります。それがですね、私なんかショックだったのは、友達からそういうふうに年賀状もらった時に、夫とは、私の友達はほぼ面識がなかったんですけれども、それでもやっぱり夫の名前をこう、何々様って書いて、しかも、ご家族ご一同様っていうふうに、もう私の名前は全く出てこなかったんですね。あれ、私の友達なのに、夫とは全然関係ないのに、家族というひとまとめにされると、女性って脇役というか出てこない存在なんだなって思うと、割とショックだったのを覚えています。というふうにですね、その年賀状の件も多分差別だとかそんなことを考えずに、慣習というかそうやって書くもんだよねって思ってやってらっしゃると思うんですけれども、それによってやっぱりショックを受けたり傷ついたりする方がいるっていうところまで考えていかないといけないのかなって思っています。で、そういう無意識のうちの差別といいますか、偏見といいますか、そういうのを最近アンコンシャスバイアスって言うそうです。たかが年賀状の宛名とかね、たかが継承をさんにするか先生にするか、そんな小さなことをいちいちこだわらなくてもいいんじゃないのって思われる方もいるかもしれないんですけれども、やっぱり差別っていうのはそういう日々の細かいところで刷り込まれていて、無意識に人を傷つけてしまうのかなって感じることがありました。どうですかね、直七さん、なんかそういう経験ありますか。いや、今パッとはちょっと僕も下手すると無意識に言ってしまってるのかなと思ったりもしてしまった。そのさんというのもある場面では男女差別なく、まあ、くんとかちゃんとか呼んでる中でさんで統一しましょうというところが逆にあったりして、その逆に習慣がついてさんと言わはったのかもしれないですし、ただその前にね、男性の方を先生と呼んでるんでそうなんですよね。同じ僧侶なのにね、なんで区別をされたのかなっていうのが、なんかこう複数人いた時に男性の方を上に見てしまう、この人は先生、この人はさんって、こういうふうにしてしまうのはちょっと差をつけているのかなって思います。この話をしてるのは別に私のことを先生と呼んでほしいっていう話ではなくて、男性と女性で区別をつけてしまうのだったら3で統一してもいいのかなって思う、うん、その先生と男性は呼ばれて女性は3と呼ばれるのは結構お寺業界では特にと感じられましたか。そうですね、はい、お寺の業界だと男性僧侶が多いですから、女性が僧侶と見られない場面っていうのが多かったりしますよね、うん、特にこういうお坊さんの格好をしていない時、うん、僧侶と見てもらえないようなことが多いかなと思いますね。その先生とさんの時は僧侶の集まりだった。あ、そうです、そうです。その時も僧侶として見られてないような感じなんですか。
そのなんか先生って呼ばれるような立場ではない人と先生っていう人という区別をつけられてるのかな。そこに違和感を感じておられる方もおられると思いますが、何か解決方法ってあるんですかね。3で統一するでもやっぱり昔からね、お坊さんのことをなんて呼んだらいいかわからない時に先生って呼ぶっていうのがありますよね。西永さんは傷つくまでは言いませんけど、ちょっと違和感を感じたみたいなところですか。そうですね、なんでかなって思って、例えば男性の僧侶の方がものすごく年配とかだったら、まあ多少区別があってもしょうがないのかなって思うんですけども、私より若い男性だったんですよね。まあ同じ僧侶だし、なんでそこに差があるんだろうかって。確かに、まあ、もう一つ家族一つ話題に出ました。男性は氏名があり、はい、女性は名前だけであったり、そもそもご一同とまとめられるというところであり、はい、その姓名の姓の話をとっても、何か西永さんのお考えありますか。選択的夫婦別姓は、私は結婚して一度の姓を変えて、でまた離婚して元の姓に戻してっていうことをしてますので、ものすごく不便っていうのは感じますし、不便さよりももっと自分のアイデンティティ、私の名前が結婚したら急に違う姓になって、今まで二十何年間西永が明子がいたのに急にそれがいなくなってしまう喪失感があったんですよね。日本は90何パーセントかは結婚したら女性が姓を変える、男性が変えるっていうのが圧倒的に少ないと聞いています。別に法律的に女性が姓を変えないといけないっていうものは全くないので、ルールとしては差別がないんですけれども、慣習としてやっぱり女性が姓を変えるべきだよねっていう、なんか世の中の圧力があるというか、まだまだ感じてしまうので、やっぱり私は生まれ持った姓でずっと生きていきたいだとか、仕事をしていく面で姓を変えると不都合があるという女性の方もたくさんいると思うので、そういう方に不都合がないように、結婚したとしても姓を分けて生きていきたいというご夫婦もいて、結婚したら同姓にしたい、同じ一つの姓にしたいというご夫婦もいて、どちらももう選択できるっていう世の中、この選択肢を広げるっていうところが大事だと思っています。うん、確かに、まあどっちがいい悪いでもなく、結婚してからも不便、性を変えることで今までそれで通ってたところが、あれこの人誰やろうってなってしまうかもしれない。うん、まあ、仮にちょっと別れてしまった時もいろいろ免許証とか全部変えない、すっごいめんどくさいですよあれ、ね、言い方あれですけど、男が性を持っていれば別れたとしても、そこまでもしかすると手続き的に不便ではないかもしれへんというところで、そこもまあ差別ですよね、選択でない。特にどうなんですかね、その点お寺の世界では女性がそこの住職になるときは男性が変えられるんですか。そうですね、私の実家の姉は西永姓のままなんですね。で結婚して義理の兄が西永に姓を変えてくれましたので、うん、お寺の世界は意外と男性の方が姓を変えるっていうのが一般よりも多いかもしれないですね。ですよね、でそこにそんなに違和感ないですよね、うん、多分。そうですね、だからこれはもう逆転していて、一般の方の方が男性の方が姓変えたのみたいな違和感を持っていて、お寺の世界はお寺を存続していくためとかいう、そういう大義名分があって、うん、男性がこう姓を変えるっていうことも割と多くありますよね。確かにそこに違和感がないのであれば、逆も違和感なくいけるはずじゃないですか。うん、またそんなところで皆さんどう思われるか、はじめの話題ですね。男性が何々先生と呼ばれて、女性が何々さんと呼ばれるというのはお寺の世界でもよくある場面だと思いますけれども、皆さん今まで意識されたことがあるのかどうか、されたとあればそれは変えるべきなのか、もしくは別にそのままでいいのか、いろんな方がおられると思いますけれども、私は今までそこに意識がなかったので、一回意識を置いてまたみんなでいろいろ話してみたいなと思いました。はい、ということで、本日も SDGs、そして男女の僧侶の継承区別というテーマで、SDGs お寺ネットワーク代表の西永明子先生に教えていただきました。西永、どっちで言おうかな。西永さん。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん、良い一日を。バイバイ。